危険なのは車じゃない、ドライバーだ。普通なら止まれると思っていても、路面が濡れている時こんなスピードで走っていたら、プロの私でもスリップは避けられない。もし周りに人や車がいたら、スピードは怖い、それを知らないのはもっと怖い。日本損害保険協会。